こんにちは。こんにちは。みんな声が小さいぞ。こんにちは。こんにちは。イエーイ。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。主催者発表で3万2000人ですね。すごい。近隣の人も含めて。全部ね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。サーカスが来るということで勘違いした方もいらっしゃると思いますが、私たちがサーカスです。それではもう早速1曲目歌いたいと思います、はいはい、37年前に私たちが発表したデビュー曲を歌いたいと思います。37年前、生まれてなかった人、はい、あ、いっぱいいる、はい、だいたい手挙げる人は違うんですけども、それじゃあ聴いてください。ミスターサマータイム。あの頃の私をミスターサマータイム、あの夏の日償える何かが欲しい。待ち伏せた誘惑に誘われて思わず、あなたを忘れたの。頼りなく若い日々、ただ一つの愛に背いてしまったの。あの人の眼差し、ミスターサマータイム、なくした恋よみがえる切ない思い、忍び寄るささやき、あの日のひとときの過ち。
ありがとうございます。この曲を歌いながら思い出していました。サーカスがこの曲でデビューした頃はサーカスは川口市に住んでおりました。そうなんですよ。この東口を降りバスに乗って自宅に帰っておりましたけども、はい、ね、そうです本当に、ね、このつながり、川口とのつながりも本当に深くて、じゃあメンバーの紹介をしながら、この、ね、つながりをお話ししたいと思います。はい、それでは、サーカスの中ではサーの2人とカスの2人が分かれておりましたあーじゃないですよ、私は当然サーでしょ。いやいやカスです一番年上の彼女から紹介したいと思います、はい、どうぞ。私がちょうど小学校4年生の10歳の時に、東京の板橋区から、父がね川口市の東本郷に小さな建て売りのお家を買ってそこに引っ越しをしてきました。あ、私ですか。はい、引っ越しをしてきて、そして川口市立新郷小学校に転入いたしまして、そのまま川口市立東中学校に進みました。新郷小学校東中だったっていう人、いた、後ろので、その後ねまた父の仕事の関係で今度は札幌に行ってしまったので、一緒に一家で、なので高校はね札幌の高校を卒業しておりますが、もう本当に長い間川口市民でおりました。今は東京都民になってしまいましたが、加納雅子と申します。どうぞよろしくお願いします。そして、はい、私の2つ年下の弟です。はい、父の甘太郎焼きのお土産が本当に楽しみでございましたですね。はい、2つ下の弟でございます。私はというか姉の、ね、年齢はもう本当に失礼なんで言えないんですけど、私は61です。そんなに大きな声で言われなくてもいいじゃないですか。すごいの前の方ね、すごい大きな口開けてね笑ってるの。僕も、この川口、もう本当に草加の近くですけども新郷というところで、私はまた父の実家というか一回東京に来たんですけど、またずっと3年前まで川口のやっぱり峰というね、新郷の峰というところに住んでおりましたけども、ですから本当に長いんです。はい、私はリーダーの